シシドカフカ、ロングヘアをバッサリ切った理由。ミュージシャンで女優のシシドカフカが5日放送の日本テレビ系バラエティ番組行列のできる法律相談所に出演し、トレードマークだったロングヘアをバッサリ切った理由を明らかにしました。黒髪ロングをバッサリカットした理由。マツコデラックス、ミッツマングローブラ、お姉6人と共に、なぜかお姉チャパンとして登場したシシドマツコが強烈なお姉たちに一人混ざる。 シシドのことをシシドか不可問題などといじる中、話題に上ったのはシシドのヘアスタイルのことだったです。シシドがトレードマークとも言える黒髪ストレートのロングヘアを50センチメートルもバッサリカットし、ショートヘアになったことはネット上でも大きな話題となったが、MC のフットボールアワー、後藤テルモ元は改めてなんで切ったんですかと質問しました。シシドがあっけらかんとただただ飽きたからって言うだけなんですけど、 イメージがつきすぎてしまって、そこから抜け出せないのも、なんだなと思って、と説明すると、マツコは可愛らしくなったよねと、新しいヘアスタイルを絶賛しました。